未来はすぐそこって最近聞きませんか？いえ、それは間違い。だって未来はすでにここにあるんですから。今回ご紹介する新発明がそれを証明してくれると思いますよ。私たちを救うのみならず、地球も救ってくれるかもしれません。この新しいロボットはとどまるところを知りません。でも心配ご無用、世界を支配するなんてことはありません。多分これはバインロボットと呼ばれるロボット。他のソフトロボットと異なる特徴は、困難な地形や狭いスペースを乗り越えることが非常に得意な点。捜索救助などの任務に適しています。このロボットのアイディアはバイン、つまり本物のツル草から生まれました。発明家たちはツルの動きやどのように成長するかに着想を得て、ロボットがこのような動きを再現できないかと研究を開始。最終的に高価な素材を一切必要としないシンプルでエレガントなデザインが生まれました。必要なのは気密チューブだけ。ぐにゃぐにゃ動く水のおもちゃを覚えていますか？私はよく遊びました。このソフトロボットの仕組みもまさにこれと同じ。圧縮空気を利用して先端から出てくるようになっています。発明の基礎はこれだけで完成。とても簡単で1分もかからずに自作できます。複製するのが簡単なだけではなく、デザインには他の利点もあります。元のサイズの4分の1の隙間にだって入ることが可能。粘着性のある表面や鋭い物体の周囲でも気圧が継続して適用されている限り、ほとんど影響はありません。もちろん発明者はもともとデザインを改善し、ロボットが様々なタスクを実行できるようなバージョンをアップデートしています。例えばロボットの先端にカメラを追加したことで、考古学などの用途に最適化されました。ロボットはペルーのアンデス山脈で遺跡の地下にある非常に狭い地下通路を調査するために使用され、3つのトンネルをうまく探索したんです。もちろんバインロボットの使用は地下に限定されません。宇宙探査でも使用される可能性があるんです。砂のようなものに空気を吹き込むと圧縮空気は流動化します。こうすることでバインロボットは粒状の物質を掘り下げることが可能となります。 NASA が他の惑星の地表を研究するために使えそうですね。他にも用途はありますよ。ミニチュア版のバインロボットは気管挿管のような医療処置にも使用できる可能性があり、処置をより早くより簡単にできるかもしれないんです。超多機能なロボットですが、他にも使い道は思いつきますか？このカプセルは飲み込むものではありません。ミニハウスやバンライフって聞いたことがありますか？結構前から注目されていますが、バンにはガソリンが、ミニハウスにもインフラが必要。一方エコカプセルは何も必要としません。この卵型のマイクロユニットは 100% 自給自足の生活ポッド。お望みの場所に設置し、自然環境にダメージを与えることなく、電力を自給自足して生活する自由を与えてくれます。もしも全ての非再生可能エネルギー源がなくなったとしても、エコカプセルでなら数ヶ月間今まで通りの生活が可能。すぐにサバイバルモードに切り替えなくても大丈夫です。エコカプセルは科学研究所やリモートホテルの客室としても利用可能。 8.2 平方メートルの広さがあり、スマートホームシステム完備。2人分の寝室スペース、キッチン、シャワーとトイレ、収納スペース、さらには電気アウトレットまで装備しています。望遠鏡ポール上には風力タービンと太陽パネルが搭載されており、それを組み合わせて電気を自給します。形状も雨水を収集できるようなユニークな形になってるんですよ。カプセル表面に降ってきた雨水はタンクに集められてろ過され、利用可能となります。しばらく雨が降らなくても、湖や川などのどのような水源からでもタンクを補充可能。飲み水用には蛇口直結のフィルターが取り付けられています。エコカプセルの最大の特徴は、温室効果ガス排出量も環境フットプリントもゼロだということ。つまりエコカプセルの住人はそこで生活することで地球を救っているということになりますね。このスライム型磁気ロボットは一見気持ち悪くて恐ろしそうですが、間違いなくゲームチェンジャー。ヘドロのようなこのロボットは水溶性の合成ポリマー、放射、磁性粒子で作られています。非ニュートン流体で粘弾性の性質があります。つまり適用される圧力レベルに応じて、ある時は液体に、ある時は固体になるということ。素早く触れると固体になり、ゆっくり優しく触れると液体になるんです。私の場合はプレッシャーをかけられると水たまりに溶けたくなるので、このロボットには共感できるかもしれません。スライム内の微細な磁石の粒子のおかげで、このロボットは独特な動きをします。
ロボットを動かし回転させ C や O など様々な形状になるようにコントロールすることが可能。進む方向に限界もなし。どうやらこのロボットはどこにでも行けるようです。 1.5mm という極細の隙間を通り抜けたり、物の周りを回ったりもできるんですよ。また毎秒 3mm の速度で移動も可能です。さらに画期的なのは元の長さの7倍まで伸び、同時に複数のものをつかみ、さらには触手を異なる方向に伸ばすことができること。電気を伝導しワイヤーを引っ張る能力も証明済み。ということは回路の切り替えや修復能力もあるということです。このスライムの発明者は将来的に誤って飲み込んだものを消化器系から取り出すなどの医療処置に役立つと考えています。すいませんが私の手には負えません。しかも飲み込まれた物体が小さなボタン型電池のような毒性のあるものであっても、理論上ではスライムが電池を包み込んで体内に毒性の電解質が漏れ出るのを防いでくれるかもしれません。とはいえスライムに含まれる磁性粒子自体が実際には有毒。しかし研究者たちはこのような場面で使える安全なロボットを作るためにスライムをシリカで覆っています。スライムロボットの何がすごいかというと、自己修復能力を持っていること。外部の助けなしに部分的に切り取られても自ら再結合できるんです。しかも自己修復しても電気的な能力は保持されています。まるで SF みたいじゃないですか。でもご安心を、このスライムは意識を持っていません。少なくとも今のところは。私たちに必要な透明性とはこれ。ソーラーパネルと聞いて皆さんすぐに屋根に取り付けられた大きな四角い黒いものを思い浮かべますよね。しかし透明なソーラーパネルの登場でそれも変わるでしょう。ソーラーパネルは日光を吸収し電気に変換することでエネルギーを生成します。透明な素材で作られた場合、光は完全に通過してしまうので、透明なソーラーパネルという考え自体矛盾したものだったんです。しかし2014年にミシガン州立大学の科学者がこの問題の解決策を発見。完全に透明な発光型の太陽熱収集器を開発しました。あらゆるガラス板や窓を太陽電池に変えることができるようになります。この透明な太陽収光器は透明な有機塩で構成されています。紫外線や赤外線などの人間の目には見えない太陽の波長を捉え、通常の可視光を通過させます。捉えられた波長はセルの端に導かれ、ここで薄いストリップ状の従来の太陽電池がこれを電気に変換します。研究者たちは太陽エネルギーを手頃な価格で利用できるようにし、さらに普及させることを目指しています。その一環としてスマートフォンやタブレットの画面に透明な太陽電池を使用することも検討中。これが可能となればバッテリー残量が 1% になっても急いで充電器に接続する必要がなくなりますね。透明な太陽電池パネルは量産が始まると 10% の効率を発揮できると予想されています。大した数字だとは思わないかもしれませんが、透明な太陽光発電が全ての住宅やオフィスビルの窓に導入できたとしたらどうでしょう。確実に未来を変えてくれると思いませんか。